冬の寒空ですが、最近行っていない千葉県南房総へ行く計画を立てました。本当は朝の9時の特急列車に乗る予定でしたが、時間を間違えて乗り遅れました。しょうがないので次の列車10時の特急若潮号に乗ります。この列車は東京駅地下ホームから出て千葉南の方面阿波鴨川まで行く列車です。一つ手前の阿波小湊という駅で降ります。京葉線はご存知の方も多いと思いますが、東京の湾岸を走り、特に千葉県に入って最初の駅舞浜駅はディズニーランドの最寄り駅として有名です。向こうに見えているのはディズニーシーの景色ですが、他にもいろんな列車モノレールなどが走ってきて、結構見ていて飽きないところですね。もう10年ぐらい行ってないけどね。今度千葉の観光として行ってみたいとも思うんですが、まあ残念ながらそれよりもこの周辺の京葉工業地帯の景色とか見ている方が私は面白いので、あまり行こうとは思わないんですけどね。でも今度行ったらやっぱ行ってみたいな、近いうちにちょっと気分を変えて行ってみようと思います。千葉県は結構山がちなところです。海が近いんですが、それよりも山の中を走ることが多いかもしれません。内房線、内房というのは東京湾沿い、そして太平洋側は外房と呼びます。目的地の阿波小湊駅に到着。随分小さな駅です。田舎の小さな駅という感じ。特急列車から降りたのも私一人だけでしたが、しかしここは結構楽しい観光の場所なんですけどね。お客さんがそんなにいないのが不思議です。夏の時期になるとこれが一転、人で大変にぎわいます。こんな小さな駅で駅前のタクシー乗り場、タクシーがいるかなと思ったんですがいませんでした。まあ歩いて行ってもいいんですが、多分1メーター700円ぐらいで行けるので手軽に呼んでしまおうと思います。こういう田舎に行くとタクシーを呼んでも迎車料金というのはかからない場合が多く、今回もそうでした。タクシーがやってくるまでの間、駅の周辺を見ると、これもタイ、化粧室と書いてあるところにもその脇にタイの絵があしらってあって、それからこちらも女性の絵の後ろタイがあり、こちらもタイせんべいが名物と書いてあります。ようこそと書いているところにもまたタイの絵が書いてあって、次に向かう先はタイの浦遊覧船です。この小湊はタイが名物の町です。名物といっても食べるわけではなく、タイを見るのが名所、まあそういった場所です。向こうにあんな船が見えますけれど、これが多分観光の船なんだと思いますけどね。遊覧船に乗ってたくさん住んでいる不思議なタイの群れを見に行くのです。ちょうどタクシーがやってきました。呼ぶとまあ大体、5分ぐらいで来てくれましたけど、タクシーは1台しかないそうです。少し進んで 1.7 キロぐらいのところ着きました。まずこちら誕生寺、日蓮宗の開祖日蓮が生まれた場所、それがこの誕生寺で、この誕生寺と向かい側の海にたくさん住まうタイの群れとは深い関係があると言われています。この観光地誕生寺も後ほど訪れることにしますが、向かい側にあるタイの浦遊覧船にまずは乗り込みます。特別天然記念物タイの浦、この地域内のタイを取ると法律により罰せられます。これは地元の方も同じで、これだけたくさんのタイ、マダイなどが住んでいるにもかかわらず、取って食べるということはしないのだそうです。だから他の魚は取って食べるんですけどね、こんないっぱいいるのに取らない、それだけ価値のあるものだから、観光でみんなが行って楽しんで、この地元にタイが取れない分のお金を落とさなければいけないのかなという気もします。こんな感じすごいですよね。おみこしにまでなってるんですよ。本当は撮りたいなと思ってる人だっているでしょうね。金色ピカピカ、いかに大事にされているかがよくわかります。なかなか田舎風の放送、これは遊覧船ですけども、この辺りの建物も結構古いですよね。とにかく全てにおいて雰囲気がレトロ、まあ、古い建物ばっかりではないんですけども、雰囲気がレトロというのは観光地には重要な要素だと思います。レトロな観光地はとてもよく見えるような気がするんですが、どうですかね。昔から認められている観光地、そんな印象がつきます。今眺めていたのが小湊の街で、左側にカメラを振ってみると高い塔なども建っていますが、こちらは鴨川シーワールドなどもある鴨川の街中です。シーワールド水族館はどこに見えてるのかな、後でもう一回確認することにしましょう。海の中に小さな岩場、海湯なども住んでいます。昔日蓮宗の開祖日蓮はこの辺りで生まれたと言われています。そして日蓮がここで生まれた時、大きな1メートルぐらいある巨大な鯛が海中から出てきて、日蓮の誕生をお祝いしたとか、レンゲの花が咲いてたとか、まあ、そんな伝説がたくさんあります。で、この岩のところに、
昔誕生寺が建っていて、そこで日蓮の、まあ、誕生を記念したというのかな、まあ、そういうお堂があったらしいんですけども、地震が来たり津波が来たりで2度も壊れてしまいまして、陸地の上に建っている誕生寺は3代目の建物だという。この辺りは結構海の揺れが激しくてですね、この日は天気もよく風も吹いていなかったんですが、それでもかなり激しい揺れでしたよ。これね、海が荒れてる時はもう乗らない方がいいと思いますよ、この遊覧船は。さて、そろそろ体験物をしますよ、窓を開けてください、そう言ってですね、船の係の方がタイに向けて餌を少しずつ与えていますが、そうすると海の底からあら不思議タイがゾロゾロと湧いてきます。タイと一口に言ってもマダイの他にも、まあ、いろんな種類のタイと呼ばれる魚がいるようですけれど、タイというのは本来深いところに住んでいて、このような海岸沿いすぐの浅いところに大量に住んでいるというのは本当に世界的にも珍しいんだそうです。だからなんでこんなところに住んでいるのか、まあ、いろいろ調査はなされているらしいんですけれども、結局のところ原因は不明。昭和天皇もなんか観察かなんか忘れましたけどね、それでたびたびこの小湊に来て、他の大将らは国の特別天然記念物に指定されております。この辺りは水深約 20m、 網を囲いもしていない自然の馬の方々の姿を、そして大将らの見物などもされたそうですね。今の大臣さんは雑誌を細かく切ったものです。それでは短い時間ではありますが、これで体験物を終了させていただきます。遊覧船の方もおっしゃっていましたけれど、何も網を囲いもしていない自然のままの様子をご覧いただいています。すごいですよね、囲っていないのにたくさんのタイが住んでいる、本当に不思議な天然の水族館です。これも面白いんですが、その向かい側にあるこちらも見動かすことはできません。まあ、この辺りが、小湊の観光の中心ですよね。大本山の誕生寺、さすが立派、日蓮宗の一番重要なお寺といえばここなのかなと思いますが、ここには鯛塚というものがあります。この小湊の町では鯛を取って食べるということはしませんが、それでも網に鯛がかかってしまって、そしてそのまま死んでしまったということもあるんだそうです。で、死んでない場合は海に返すらしいんですけども、それで不幸にも巻き添えになって死んでしまった鯛は全て集めて埋めて、そして供養するそうです。そのためこれ、南無妙法蓮華経鯛の浦一族の霊なんたらかんだ周期お彼岸、こういうふうにちゃんと供養してるんですね。それからこの石碑にも鯛の浦鯛の墓、鯛の浦鯛の墓かな、そういうふうに書いてあって、かなり真剣に鯛の供養をしてるみたいです。本当に大事にされてるんですね。なかなか珍しい、全国にも、めったに見ることのできないお魚の町です。誕生寺を見た後はお昼ご飯、こちらは1日2食限定と言いますが、遊覧船のすぐ乗り場のお隣にあった、お魚の食堂で、まあ、これで腹ごしらえですが、これはメダイです。あのメダイというのは私はタイの一種なのかなとか思ったんですけど、全然関係ないですよね、よく考えたらね。あのメダイというお魚をね、あの普通のタイと勘違いしてしまいましたが、まあ、ともかく美味しくいただきました。食べるところもたくさんあってよかったですよ。さて今度は阿波小湊駅にまた戻ってきました。戻りもタクシーでした。なんだかんだ時間がそんなになくてね、食事とそれから、まあ、食事も大急ぎでして体験物で全部で2時間ぐらいでしたかね。時間ギリギリに列車がやってきました。これから電車に乗って2駅、もう本当にすぐですね、阿波鴨川駅に向かいます。鴨川駅からはこの辺りの名所鴨川シーワールド、もう鴨川の名前を超有名にしている一大水族館へ向かうことにします。この駅では、まあ、すぐ無料シャトルバスがありますんで、そこへ乗ろうと思ってですね、あの一応駅の裏に向かったんですけども、残念ながら乗ることができませんでした。このシャトルバスなんでか知らないんですけど、電車と全然関係ない時間で走ってるみたいなんですよね。もうちょっとじゃあ電車に合うような時間で運行してくれないのかなと思ったんですが、まあ、ともかくあの3分ぐらいしか乗り換え時間がなくてですね、間に合わなかったんで、タクシーで行きました。鴨川シーワールドまでもタクシーで1メーターの距離ですから、それほど高くはありません。特に複数人数で行く場合はバスよりも先にタクシーで追い越して、到着をするバスを移してやりました。入場料も高いんですけれど、ここはなかなか見応えのあるところなので、2000円ぐらいだったと思いますが、払う価値はあります。早速こちら太平洋、寒い時期ですけれどもサーフィンをしている方がいました。とてもお上手です。あーいいな。この砂浜はですね、一応確か私の記憶では、アオミガメだかアカウミガメだかが上がってきて、ここに卵を産むということになっています。でその手前側にもですね、ウミガメの浜という、こちらは水族館の施設なんですけれども、ウミガメがここに産卵をできるように用意をされた場所がありまして、
実際ここで飼っている亀が上がってきて卵を産むはずです。あと私もちっちゃい時にね、確かこの海だったと、このシーワールドの目の前の海だったと思うんですよね。朝の早い時間に向かい側の泊まっていたね、鴨川館という旅館を起きて出てきて、そしてウミガメが卵を産むのを観察しましょうみたいな観察会にね来てね、あ、産んでる産んでるってなんか見た記憶があるんですよ。テレビでなんか動物奇想天外かダーウィンが見た、あ、来たから見た記憶と勘違いしてるのかもしれないですけどね。でもこんな感じで意外とあの亀とすぐ近くまであのこう接近することもできるんですが、まあ、噛まれるのを防止するため、もしくは手を入れられるのを防ぐためにこんな網もついています。あとはあの徳島の日和さんのウミガメ館ってのありますけどね、あそこもこんな感じで見ることができますんで、亀が好きな人はおすすめですよ。それから千葉の自然を解説するコーナーとして、これがねなかなか充実してるんですが、入ってすぐのところ、まあ、これは鯉なんですけどね、これはまあ淡水の川なら日本の至る所にいるだろうという鯉ですが、なかなか大物が泳いでいてすごいですよね。立派ですよ。こんなに立派な鯉はもうそう簡単にはいません。こちらはナマズくんでございます。まあナマズも可愛いですね。そんな感じなんですが、それからあとは私もよくやりましたね、上総興津の駅とかに、ね、降りて目の前にある海岸でお魚取りなどしましたが、潮だまりという、まあ、潮干帯とか言いますがね、潮の満ち引きによって陸地になったり水場になったりするようなところに住んでいるお魚の紹介、親ビッチャー、スズメダイの類の魚、シマシマが綺麗です。それからこちらはウニ、これは紫ウニですね。本当に海に行くとね、千葉は結構ウニがいっぱいいるんですよ。取って割って食べたりしてもいいのかな、漁業権の侵害に当たるのかもしれないから、まあ注意した方がいいです。こちらはタコ、タコがニョロニョロっと出てきました。さっきは入ってたんですけどね、複雑な形をしています。なんか面白い動きでもしてくれるかなと思ってしばらく待ってみたんですが、まあタコは寿命が1年ぐらいと短い割には暇に1日を過ごしているようです。頭はいいらしいですけどね。それからこちらはシャコですが、シャコの巣はどのようにして作られるのかというのをこの水槽の壁を使って分かりやすく展示してくれています。足がたくさんあって気持ち悪いとも言われていますが、美味しいお寿司のネタです。でその塩の上にはね、これ塩招きだと思うんですけど、この展示が素晴らしかったね。あのトビハゼとそれから塩招きが、実際にどのような環境でどういった生活をしているのかはっきりと分かるように展示してくれてるんですけど、すごい良かったですよ。これ前のヒレを使ってね、ほふく前進をして水の上に上がってきたトビハゼとか、まあ、それからカメラに映すことはできなかったんですが、ビッと、背中の背びれを立てて陸の上でお互いの縄張り争いをしているトビハゼの姿とか、砂の中に潜りつつあるこの、塩招きの姿とか、こういったものをね、自然のままと思われる、まあ、そんな状態でたくさん飼ってるんでね、見ることができます。あ、なるほど、こういうふうにお互いに睨み合ってるんだな。この後確か上のトビハゼが、背びれを立てて下のやつは退散したんじゃなかったかな。それからこちら水の上の様子をアンテナのように伺うために体だけ水の中につけて目は水の上に出すんですね。この水深の設定も絶妙ですよね。どうやってこの水が少ないっていうのは、あの水槽の管理をするのが難しいんですよ。水がすぐに汚れちゃうんで、だからどうやってこの水槽を管理してるのかなとか、そういうことがお魚マニアとしては気になりました。トビハゼも見てもらって分かりますが、目だけ水の上に出すんですよね。こうやってまた上の様子も伺って、天敵の鳥とかが来ると困るからなんじゃないかなと思いますが、どうなんでしょう。結構カニがね、好き勝手に動き回っているように見えるんですけど、トビハゼの方がなんか力関係が強いのか分かりませんが、あのハゼが、進路を通るんじゃないかなっていう時は空気を読んだりとかしてましたね。それからこちらはウツボですが、これね、隠れるところを多分用意しないんですよ、意図的に。だからウツボの姿が見えるようになってるんですけど、まあウツボとしては何かが近くにあった方が落ち着くということなのか、2匹一緒にぺったりくっついていました。本当は別に群れたりするような魚ではないんですけどね。これは概要の再現をしているところですが、まあ、先ほどの誕生寺周辺の海域と灰の浦と何か関係があるのかないのか知りませんが、マダイが結構多く泳いでおりました。マダイはこのように赤いお魚、赤いからこそ目立たいお魚ということで人気もあって、まあ、味も淡白で美味しいですけれども、この見た目が特に高級魚として、人気を博す大きな理由なんだそうです。これもまたゴンズイ、小さなお魚で、漁港などに行くと群れているのを見かけます。すぐに大きくなります。これは海に住むナマズの仲間ですが、背中のあたりを触ると強いトゲでビシッとね体を刺して、結構危険らしいですね。だからあの海で見かけても絶対に近寄ってはいけない。大量の群れに襲われたらもう大変なことになります。
ここは結構ね、危ないお魚をたくさん飼っているコーナーなんかもあって、それぞれ一つ一つ実際の海の環境がかなりよく再現されてるんじゃないかなと思いますけれど、楽しい水族館でした。一方でこれは実際の海の環境じゃないと思うんですけどね、ニモとして有名な隠れクマノミですが、本来はイソギンチャクと一緒になって群れるんですけども、この水槽にはね、イソギンチャクを展示していなくて、その代わりなんか気持ち悪いぐらいにみんなで密集してる。何これ、とこんなの見たことない、生まれて初めて、もしくは昔も見たことがあったかもしれませんが、この謎の展示は今もってなんだかわからないんですけども、これはね、千葉の海の再現コーナーではなく、今回はあまりしっかりと見ては来なかったんですが、南国の海を紹介する、水族館ではなくてはならないコーナーといいますかね、色とりどりのお魚がいる派手なコーナーのところに展示されていましたよ。で、これが一番面白かったんですけどね、鴨川シーワールドといえばシャチのショーで有名なんですよ。ところがこの時間はもうシャチのショーが終わってしまっていて、確か3時ぐらいだったんじゃないのかなと思うんですが、ところがね、シャチの、ショーのところへ行ってみたらシャチはいるんですよ。これショーが終わった後の練習なんですね。やっぱりショーには練習というものがありますが、この日は平日ですんで、シャチがどこで何をやっているかというのが、こう分かるようになっています。こうやっておとなしで練習するのかとかね。でも基本的に流れはいつものショーと同じような感じでしたね。だからリハーサルというか、ショーが終わった後もう一度復習してシャチが忘れないようにするとか、そういう感じでしょうか。でもいつもよりショーのお姉さんたちもね、すごいこう力を入れて爪の先まで神経尖らせてみたいな感じではなく、割とこう練習チックな雰囲気で、なかなか面白いですよね。少し気の抜けたショーという感じ。お姉さんも慣れたもんです。いつもであれば楽しそうな BGM みたいなものがかかってますけど、もしくは力強そうなジャンジャカジャーみたいな、それがなくてね、ただ女の人たちがシャチの上に乗っかって、シャチはうおーとかそんな声を上げてるだけ、なんともシュールな光景です。シャチというのはもともと猛獣の仲間だとされていて、教育してこういう風に人間と一緒にショーをするなんて無理とか、そういう風に言われていたんですけれども、鴨川シーワールドが、全国で初めてだか世界で初めてだか、すごいですねこれね、こういったショーをシャチにもさせるということに成功しました。そして有名な水族館となったのです。なかなかすごい勢いでお姉さんが陸の上にシャチのあれ、ね、導きによって上げられましたけど、あれもうちょっと勢いが強かったら反対側に起こしてやばいことになってるんじゃないのかなと思いますが、もうお姉さんも慣れたもんで、すぐに餌をやって、この後ね、もう一個大技があったんですが、残念ながら取り逃してしまいましたけど、練習として最後に手を振る、目的も特にないんですが、一応お手振り、シュールな光景ですね。これで本当にシャチのショーの練習が終わったようです。練習風景を見るなんてもうこれ珍しいですけど、いつもこの時間にやってるのかどうか知りませんが、いや見られてよかった。その後しばらくシャチたちは自由時間となりました。でね、人間がいなくなるとこの後カモメだかウミネコだか知りませんが調子に乗るようになるんですよね。シャチをね、平然と煽るようになるんですよ。このショーの、水槽でシャチたちが少し自由時間をもらうということがあるとは私は知りませんでしたが、もうバカにしてるんですよね。シャチが顔を上げてるとその、鼻の先に止まろうとするカモメなどもおりまして、シャチとしてはそんなに気にしていないようでしたけど、この後シャチは撤収しました。それからね、アシカの方を見に行くと、アシカが氷のおやつをもらっている最中でした。欲しがるんですけれど、もらってもちゃんと食べません。口に入れるんですが、以上終わり。意図的に食べていないようです。一方で右側には大量のギャラリーがおります。みんな欲しがっています。いやいやいやというのをやるとちゃんと覚えて、それは食べちゃダメ、こういうゴミ入れもあるんですね。なんだあいつばっかもらっていいな、僕たちもくれませんかね。ちゃんともらうことができました。アザラシたちは行儀よく、でもなかなか大喜び、みんな幸せそうに食べます。これだけ寒くてね、もうこの日本当に寒かったですよ。で、海風がもう私たちの体を冷やす、そういう場所なんですけど、アザラシたちは別にどうも感じないんですね。むしろ氷を熱い熱いとでも言うかのようにして食べています。もともともっと寒いところに暮らしてるやつですからね、このぐらいの温度はなんてことないどころか、むしろ暑い方なのかもしれません。お姉さんは帰っていきました。そしてさっきの氷をもらってもポイポイと捨てていくアシカは途中まで追っかけましたが、もうついに追いかけるのはやめてしまいました。温泉に浸かっているように見えますが、これは冷たい水に浸かっているだけなんですね。その水に浸かっているアザラシの脇をアシカが帰ってきて、そして何をするかと思ったらびっくりしましたけどね、
さっき自分がいらないと言ってポイポイ捨てた氷がこの辺に散らばってるんですが、それを拾って食べ始めたのです。こいつめちゃくちゃ頭いいなと思ったんですけど、氷をたくさんもらうためにわざとポイポイと捨てて、それで後で自分のその捨てた氷をいよいよくれる人がいなくなって、これ以上吐き出すものがないと分かったら、そしたら自分で食べる、そういうことを狙ってやったんですからね。だとしたら大したもんです。ところで鴨川シーワールドから向こうを見ると、これ分かりますか、画面左側に映っているのが誕生地の屋根で、タイノーラの海域なども見渡すことができるようになっています。その後は、ベルーガ、シロイルカ、ピーちゃんってうちのチャンネルでも有名ですけれど、シロイルカのショーを見物。時計をしっかりと使っています。リンクをくぐり抜けてダイバーの元へと戻っていきます。これシロイルカの、ショーの名物なんですけどね、毎回こういう風に目のところに、吸盤で目隠しをして、その状態で、障害物を避けたり、何かこれを持ってきてとかそういうことをやったり、超音波を使ってやってるんですよということを伝えるためのやつなんですけど、単純にイルカが目隠しをしたりとかですね、こんなようにこう声を上げたりしているのを見るだけでもなかなか面白いものです。ぬいぐるみのピーちゃんの方が可愛いとは思うんですけどね、そう言ったらいけませんよ。でこれ見てもらって分かると思うんですが、結構会場の席が余ってるじゃないですか。これこんだけ席がたくさんあるってのは土日になると埋まるってことなんですよね。平日に来るってのはやっぱりもう素晴らしくいいもんです。空いてるから、いい席も簡単に取ることができるし、特に世知辛い思いをすることもありません。人間の言葉を聞いて、しかも水の中で言葉が通じて、言われた通りのことをしてくれますよ。イルカは頭がいいんです。そういった解説のシーン。それも全部言うことを聞いてくれるんですよね。なかなか頭のいい動物たちです。あれを見終わると、もう今日はね、なんと16時で、鴨川シーワールドは閉館ということなんですが、随分早いんですけれども、これにて終了。もうあとは帰るということですが、外を見ると鴨川シーワールドまで、入場料と込みで5800円の往復のバスが東京から出てるって言うんですよね。なんとも安い。入場料が2000円ぐらいしますんで、往復3800円ぐらいですか。鴨川シーワールド行くんだったらもうバスしか選択肢ないんじゃないですかね、というぐらいの利便性でした。こんなに安いもの作れたら JR が困っちゃいますよね。というわけで JR の特急列車はどんどん減っています。お客さんはあまり乗らないのです。帰りはちゃんと送迎バスに間に合いまして、阿波鴨川駅、帰りの特急列車の予約もしてあります。前日の、夜までに購入をすれば、特急若潮号に 40% 引きという気持ち悪い安い値段で乗ることができるようになっているのです。鴨川駅も、小さな田舎の駅という感じですが、駅舎はかなり色鮮やかに彩られて頑張っています。これ水槽もあります。これ鴨川シーワールドがなんかお金出してここに置いていると、管理も鴨川シーワールドがやってるみたいですね。一つの宣伝なのか、それとも、町として、鴨川シーワールドが核になっているということのアピールか分かりませんが、こんな綺麗なのもおります。こちら縦島巾着台です。この水槽の王様のようでした。これは改札の外側からも見ることができるようになっていて、中側からも外側からも見ることができるようになっているので、列車で到着するとすぐにこれを見ることができます。帰りの列車の出発時刻はまだ4時半ということで、結構滞在時間は短い方だったんじゃないかなと思うんですが、4、5時間ぐらいこのエリアにいただけにしては随分充実した観光になったんじゃないでしょうか。1泊2日したらもっといろいろ巡れますけどね。それでもこの短い時間でも、なかなかいろいろ楽しめましたよ。南房総っていうのは結構観光に適したところなので、皆さんもっと、東京に住んでいる方は特に行ってみようかなと思ってもらえれば幸いです。ちなみにこれ帰りの特急列車なんですけど、恐ろしいガラガラ具合、ほんとお客さんが乗ってないですよね。これだけ客が乗ってないのにね、1時間に1本とか運行してくれてる JR にはもう頭が下がりますよ。
列車としては悪くはなく、途中停車駅も少なめで、料金もかなり安くする割引制度が整っています。それでもお客さんが乗らないのは、まあ端的に言ってバスが充実しているからなんですけどね。私は列車の旅の方が沿線の景色を楽しめるし好きですが、まあ、バスの方が安くて利便性があるというのが正直なところでしょうか。もう一度また千葉県の最後には東京ディズニーリゾートの景色を見ることができます。夜のこの部分の夜景は本当に素晴らしいですからね。なんだかんだね、ディズニーランドに興味はないながら、私もこの施設についてはかなり好意的に、良い印象を持っています。無事に東京駅に帰ってきました。この日、通勤のサラリーマンと逆向きに出発して、通勤のサラリーマンをまた最後千葉方面に運ぶ列車として、もう一度この東京駅を出る若潮号を見ながら、私はだらだらお家に帰りました。なんとも素晴らしい平日でした。どうもご視聴ありがとうございました。